八王子市の歴史では、現在の東京と八王子市に属する地域の歴史を解説する。現在の八王子市域に人々が住み着き始めたのは、有史以前の時代のことで、市域には、戦死時代の遺跡が数多く点在している。代表的なものとして、国の史跡に指定されている、くぬぎ大石のほか、船田、北野などの各遺跡があり、八王子市域の この時代の遺跡は主に浅川及びその支流付近の断球面に位置している。縄文時代中期から平安時代に至るまでの集落が同一の遺跡から発見されており、戦死時代からかなり後の時代まで人々は河川付近の断球面にのみ集中して暮らしていたことがわかる。1964年に発掘されたうつき、向井原遺跡では村の住居跡とともに、 法慶州公募が発見された。特定の個人を葬った法慶州公募は、弥生時代の村における身分格差を示すとされている。この地位が山東県の支配下に組み入れられると、地域は武蔵国の玉郡に編入された。古代に八王子地域に存在した合名などは、はっきりしないが、931年に直島巻に指定された小野巻を八王子市、 吉木付近に求めようとする説がある。759年、立花右京所有が、皇后の安山祈願に、小安神社を建九916年、京都の僧、妙業が新拓山に、八王子神社を九百924年、小野高村を外する、小野高氏体が、八幡八雲神社を肝心。939年、武蔵七島経図筆頭横山島。 尾野義隆が、武蔵しご森となり、現在の八王子市横山町に名を残す、横山層に館を構えて、横山市を称した。1191年鎌倉幕府家臣、梶原景時が、元八王子に、梶原八幡神社を肝心した。八王子城後1212年の和田合戦で、横山事件が和田義盛に加担し、横山省の領地を没収され、長落した。 1214年、横山省は、鎌倉幕府マンドコロベット大江広本に与えられ、重臣大江氏の一族である長井氏や、執権北条氏の一族が支配した。1356年、大石信繁が、笛吹峠の合戦の先行にて、武蔵区にいる間、多摩の両軍に十三郷を得て、多摩に移住し、二宮に館を構えた。信繁は、上福寺城を築城した。 1458年、大石県へが高月城を築城し、二宮から本拠を移した、片倉城や滝山城などの八王子市域の中世、城間の多くは、この時期に建てられたものである。16世紀前半に、南の相模国から北上してきた御宝城氏が、多摩地域から武蔵全域に向かって、1546年、山内上杉氏、大木谷領上杉氏が、 川越野戦で敗れると、大石氏は、御北条氏に屈服することになった。1559年11月、大石定寺は、北条氏康の次男、北条氏照を養子に迎え、御北条氏に取り込まれた。北条氏照は、大石氏の滝山城に入った。1569年、海の国主、武田信玄による八王子を通過する小田原攻め開始。同年10月1日、 二重利古戦場にて、武田信玄軍と後北上氏軍が戦い、後北上氏軍敗走。その後、武田信玄により後北上氏方の滝山城が包囲される。10月8日、武田信玄による小田原城包囲の木路見瀬峠の戦いが発生し、後北上氏軍が敗走。武田氏軍は八王子を占領せずに海に帰国。1587年、北上氏康が、 滝山城より守備力の高い深田区さ山に、八王子城を築城し本拠とした。深沢山には、八王子権限が祀られている、八王子神社があり、これが、使命の由来となった。1590年、五宝城氏が、豊臣秀吉と敵対し、小田原征伐を受け、八王子城にて、八王子城が戦、五宝城司法が壊滅。8月、後宝城氏が、 豊臣秀吉に降伏。北条宇治照が、兄の北条宇治政と共に切腹。領地没収。北条給領土は徳川家康に与えられた。その後、豊臣秀吉により、徳川家康が、三河より江戸への国替えに伴い、旧武田や旗本からなる、徳川家康不代旗本公衆旧口の、道筋奉行が八王子に移る。1591年、大久保長安が、 八王子の奉行となる。1593年、八王子千人同心が、元八王子町より、千人町の廃領屋敷へ移る。1599年に、関ヶ原の戦いを前にして、大関東、大久保長安の発案にて500人から1000人に、増員して、八王子千人同心となる。1603年江戸幕府創設、徳川氏は、八王子に市場を置かず、 八王子城を廃城とした上で、八王子を直轄領とした。八王子には、大官頭の陣屋を置き、関東各地の直轄領を支配する大官18人が、駐在することとなり、武田家九神の大久保長安が、大官頭を務めてこの地方の開発を担当した。長安は、甲州街道を整備し、八王子城下より、東の浅川南岸の街道沿いに新たに、 八王子町を設けて、旧八王子上場下の住民を街道沿いに移住させた。1613年4月に、大久保長安死去、大久保長安事件に発展。1650年代までに、徳川市による八王子の開発の結果、現在の八王子の中心市街には、甲州街道に沿って何町も連なる大きな宿場町が完成し、八王子十五宿と呼ばれるようになる。 この宿は、街道中最大の宿となった、八日、市、横山、八幡などの地名は、滝山城の城下町から、八王子城の城下町へ、そして八王子町へと受け継がれたものである。1704年八王子塾への大館の駐在を、廃止、陣屋撤去、関東五領の大館は、江戸に移住する。なお、八王子塾は、幕府直轄の天領であったが、 江戸近郊の常として、周辺の村には、旗本や正大名の IQ 値も多く、一元的、領域支配は行われていない。近世後半には、全国的に生産力の増大が見られ、中でも、米などの高農用作物の他に、商品作物の栽培が増加するが、八王子塾を中心とする周辺の村々では主に、絹の原料となる蚕やその飼料となる区は、 あるいは茶など商品作物の生産が盛んになった。しかし、生産力の増大は一方で農民の間に経済力の格差の拡大をもたらし、結果として治安も悪化することになる。1827年、幕府の文政の改革により、関東地方では組合村が結成される。この時、八王子塾近辺では八王子宿組合村が成立した。これにより、 八王子塾とその周辺の村々の間では、治安面などでの広域的な連携が見られるようになった。この八王子宿組合と、小仏池関を中心とする小仏池小牧の組合の構成は、ほぼ現在の八王子市の行政区域と重なっており、現在の地域に、地域自治的なまとまりがこの頃生まれていたことがわかる。八王子と横浜を結んだ絹の道幕松木。 横浜開港により絹が主要な輸出産品となると、八王子はキーと絹の一時生産地として、また、関東各地から横浜へ送り出す輸送の中継地として栄えた。1865年の武州一揆や長州戦争など社会情勢の不穏さが増すと、幕府は八王子陣やの再設置を計画する。すなわち、幕府は IQ 地の資料を整理して、 多摩軍の宿村をすべて爆僚とし、尊落支配を一元化することを試みたが、陣屋の設置による大官の交代と、引き継ぎに伴う混乱を嫌った八王子塾その他、多摩の村々の反対により、実現せずに、明治の明治維新を迎えた。明治維新時、八王子千人隊が新政府側に降伏したため、八王子は大きな戦火に巻き込まれなかった。維新後も、 八王子は引き続きキート貿易の中継地として流成した。1873年にはキート改め会社が、1886年には織物仲外省により織物組合が結成された。織物組合は1899年に企業家を加えて織物業同業組合に発展。繊維産業の流成は、製紙業者、萩原彦七が資材を投じて加強した萩原橋の、 だからも伺い知れる。1889年には、甲武鉄道が開通し、東京との間を結んだ、現在の JR 中央本線である。1917年には、多摩地域で、初、東京府内では、東京市に次2番目に姿勢を施行。江原軍、北戸島軍、南足立軍、南葛飾軍は、東京市編入前であり、軍政を敷いていた。するなど、 多摩地域の中心都市として位置づけられた。この時期にあった多摩県、武蔵県構想では、その構成単位の中で唯一姿勢を敷く八王子市に県庁を置く案があった。1926年12月25日に大正天皇が崩御すると、翌年初め、両母の地が横山村に選定され、多摩五両と名付けられた。これに伴い、近接する甲州街道の改修などが進んだ。 五両参拝の玄関口となる公室専用駅の東浅川駅及び商船浅川駅前と追い分けの間の公衆街道にイチョウ並木が整備されたのもこの時である。拡幅された公衆街道には1929年に路面電車である武蔵中央電気鉄道が開通。また、両母への参拝客の輸送のため京王電気軌道は1931年に 五両線を開通させた。なお、路面電車は1939年に廃止、五両線は1945年に不要不急線として廃止された。昭和初期の不況や1937年に始まる日中戦争期のいわゆる戦時体制により、戦意産業も徐々に衰退した。特に戦時中には戦意業でも軍需工場への転換が進み、また、 男性従業員の徴兵などによる人手不足や企業統合により休業、廃業する工場も現れた。空襲後の八王子市外太平洋戦争末期には多摩地域の中心都市であることや軍事工場の存在により、八王子は米軍による本土空襲の攻撃目標とされた。1945年8月2日未明の空襲では B-29 の変態170機により、 約67万発の焼夷弾が投下され、当時の市街地の面積比で80%、個数にして1万4000個以上が消失し、450名余りが死亡、2000名以上が負傷した。同月5日昼には、高尾山にほど近い中央本線の湯の花トンネル出口で、長野方面の疎開地に向かう人々を乗せた、下り列車が米軍機 P51 の機銃操車を受けた。 一部をトンネル内に残したまま停止した列車は炎上し、死者53名、重軽傷者133名の被害を受けた。8月15日の終戦間近に起きた、八王子大空襲というの花トンネルの事件は、戦争の悲劇として市民に記憶されており、現在でも慰霊祭が行われている。戦後の1946年に八王子は、戦災都市の指定を受け復興計画が策定された。 八王子空襲と戦後の統制経済により、停滞していた織物産業は、戦後の医療不足により、復興。1950年代の高度成長期には、ガチャンと気を折れば万の金が入るという、ガチャマン景気と呼ばれるほどの公共を呈した。地域については、1950年代からは、町村合併法に基づいて周辺町村の編入が進み、1955年には、 横山村ほ加ご村と1959年には浅川町と合併、1964年8月1日の吉木村との合併をもって現在の地域がほぼ定まった。また、同年10月に開催された東京オリンピックでは自転車競技の会場となっている。ニュータウンとして開発が進む南大沢道1964年暮れには、 タマニュータウンの計画がスタートし、1971年に入居が開始した。この他にも、郊外の給料地を中心に、新たな住宅団地が造成され、都心のベッドタウンとして、新住民が流入し、八王子市の人口は急増した。規模1000戸以上の代表的な住宅開発として、京王邸と電鉄が1967年の京王高尾線開業に合わせ、 文城一戸建て中心の京王目白台を開発して1970年に入居開始した。その後も宅地開発は続き、1972年には市南部の南洋台で入居開始。市北東部では1974年の東急片倉台と1977年の西部北野台が相次いで入居開始した。集合住宅を中心とする団地では都営。 中野団地が1968年に入居開始、大規模都営団地の長房団地が1974年に入居開始した。日本住宅公団による公団住宅では、館が、岡団地が1975年、グリーンヒル寺田が1980年、宇都木大団地が1985年に入居開始している。八王子市の人口は、 合併完了後の1965年には20万人、余りであったが、9年後の1974年には30万人、さらに9年後の1983年には40万人を超えた。その後1995年に50万人を超え、2010年の国勢調査では57万9799人と増加を続けている。 地域を代表する産業であった繊維関連業は産業構造の転換により1960年代からは次第に衰退した。代わって北八王子工業団地などの工業団地が造成され、精密機械や電子機器の工場や関連工場が誘致された。1983年、八王子駅に駅ビル、八王子ターミナルビルが開業して各店舗として 百貨店総合が進出、同年に八王子市役所が本町から現在地へ移転した。この頃から市街地の中心が江戸時代の宿場町を基礎とする公州街道沿いの商店街、百貨店から鉄道駅周辺へ移行していった。八王子に移転した中央大学1963年の工学院大学の移転を皮切りに都心の大学の移転が次々と行われ、 住宅団地と同様に郊外の丘陵地に各校の新校舎が建設された。現在では約11万人の学生が八王子市及び周辺の大学に通学しており、東京近郊における主要な文京都市の一つとなっている。多摩ニュータウン地区にも三井アウトレットパーク多摩南大沢やグリーンウォーク多摩等に代表されるような郊外型大規模ショッピングセンターが出展した。 また、住宅地開発も続けられ、1997年には、南部多摩丘陵地帯を開発した、八王子ニュータウンが町開きしている。中心市街地の再開発も進められ、1994年に、京王八王子駅ビル、1997年に、八王子駅北口地区再開発ビル、2003年には、甲州街道沿いの八日町第二地区再開発ビルが、 2010年には、八王子駅南口地区再開発ビルと JR 東日本による八王子駅南口駅ビルが完成した。2012年には、蘇豪八王子店跡地の八王子駅北口駅ビルがリニューアルし単館としては、JR 東日本最大の駅ビル商業施設、セレオ八王子北館が開業した。今後も八王子駅南口 JR 貨物の 商業施設や八王子駅と京王八王子駅の間にある東京都立産業技術研究センター八王子市所跡地を中心に東京都八王子合同庁舎八王子市保健所がある外区を含めた再開発が行われる予定である明治編集対象編集昭和初期第二次世界大戦編集第二次世界大戦後昭和後期編集平成編集 ありがとうございます。